部分のボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った本格的演奏回路の作り方です。次は音ブロックに数字が書かれた画像を流していきますので、一時停止しながらご覧ください。
というわけで今回は色は匂いのチルヌルオのロングバージョンを作りました。この曲ってどんな曲なの？というのはサビだけバージョンの回で説明していますので、そちらをご覧ください。ちなみにツイッターでどれくらいの難易度の回路がいいですか？と聞いたところ、バリッバリの鬼畜回路を希望される方が多かったので、めちゃくちゃ難しく作りました。かろうじて真ん中のメインエリアは簡単に作れますので、自信のない方はまず真ん中のエリアだけ作ってみてください。さて、今回の回路についてですが、左側、真ん中、右側によって下に敷くブロックが違います。順番に見ていきましょう。まず左側の装飾エリア、ここは緑色が草ブロック、ピンク色が境界になっています。次に真ん中メインエリア、ここは緑色が粘土ブロック、オレンジ色が木ブロック、ピンク色が羊毛ブロックになっています。最後に右側ドラム&ハモリエリア、白と黄色はいつも通りです。それから緑色が粘土ブロック、ピンク色が骨ブロックになっています。全部まとめてみるとこんな感じです。ややこしいですが頑張って作ってみてくださいね。それからもう一個注意点、11ページ目の左側のレーンの最後に3クリックリピーターが出てきます。これはこの次のページの一番最初のドブロと同時に鳴らしたかったのですが、設計の関係上どうしても鳴らないため苦肉の策でそんな形にしています。作るときはこの部分の3クリックリピーターを置き忘れないようにしてくださいね。それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。音ブロックがあなたのワールドをより魅力的にします。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。また質問や曲のリクエストも随時募集しています。最初にリクエストまとめをご覧になった上でコメント欄にお書きください。